玉ら系、紫条系はそれぞれ「源氏物語」における一群の「巻、またそのような分類である「源氏物語」の第一部において「玉ら系とは16条の「巻の総称である残りの17条を「紫条系と呼ぶ1950年に「 武田総春によって唱えられ、その後広く使用されるようになった概念である。以下の薪が玉かずら系に含まれるとされる。数字は現在使われている通常の薪所の番号を示している。玉かずら系の薪は紫状系の薪と比べて一般的に以下のような特徴があるとされている。紫状系の薪は以下である。内容は 論者によって様々に異なることも多いものの、類似の概念が古くからいくつか唱えられている。以下に主なものを示す。玉かずら系という概念を最初に、明確な形で唱えたのは、武田宗春である。武田は、源氏物語の第一部を、紫条系17条と玉かずら系16条とに、分けたときに、両者の間には、といった違いが認められ、 両者の間にはといった関係が認められる。武田は、これらの様々な現象は、源氏物語の第一部はまず、原源氏物語とでも呼びうる紫状形の巻だけからなる部分が執筆され、その後に、玉から系の巻が一括して書かれて、おおよそ年率に従って、紫状形の巻の間に一挙に挿入されたと、考えると説明できるとした。これ以後、 下記のように、武田説の玉カ系が後期挿入されたとする点については賛否分かれたものの、源氏物語の第一部が紫情景と玉カ系という質的な差異が存在する二つの部分から構成されることは広く承認されるようになった。武田と相前後して、また武田以後、武田説に対しては、武田説をそのまま認める立場とともに、 以下のような武田説を大筋で認めながらも何だかの修正を加える立場がいくつか現れた。これに対して以下のような形で武田説を否定的に捉える以下のような説も存在する。武田は抜き取ってしまうと物語がつながらなくなる若な牧において玉から系の人物が出現することなどから紫情景と玉から系という二系統は藤浦場牧で終わる。 源氏物語第一部だけの問題であり、第二部の若名巻においては、両刑は合流しており、これ以後の巻には、紫情形と玉カ系という区分は存在しないとしていた。しかしながら、第二部及び第三部においてもといった点が指摘されるようになり、第一部における紫情形と玉カ系と同じであるかどうかは、別にして、第二部及び第三部においても、 紫情景と玉カズラ景に類する二つの系統が存在するのではないかとの指摘も存在する。ありがとうございます。